推定のビールバーで野戸さんがおすすめのカクテルを作ってくれました。じゃ紹介してください。あれ紹介してください。はい、最後にラズベリーを乗せます。はい、はい、今一押しのカクテルです。綺麗です、綺麗な色です。おお、ラズベリーが乗りました。はい、ではカクテルの名前はフレンチマティーニです。はい、どんなお味ですか？とラズベリーが入ってるので、はいはい、すごく甘いんですけれども、はい、パインジュースだとウォッカも入ってるので、まあ、アルコールはしっかりと入ってるんですけど、はい、女性にすごくおすすめのカクテルでございます。はいはい、どこで飲めますか？ビールカウンタービール屋で飲めます。はい、ビールカウンタービール屋で野戸さんがお待ちしております。お値段は？お値段は一杯おいくらですか？そうですね、あれ値段はその間にこのカクテルの綺麗な色をご覧ください。800円です。はい、800円。はい、800円でございます。お待ちしてます。